メメントパークとは、ハンガリー・ブダペストにある、ハンガリー人民共和国時代の像を称える屋外の博物館である。ここには、ウラジーミル・レーニン、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルスのほか、数人のマジャール人共産主義者の像が、混流されている。この公園は、マジャール人建築家のエレード・アーコシュによって作られた。メメントパークでの、 赤い星の旅の参加者1989年にハンガリーで共産主義体制が崩壊すると多くの共産主義の像や彫刻は即座に取り払われた。これらがこの公園の像の元となっている。1993年6月29日、すなわちソビエト連邦軍のハンガリー領からの撤退の2周年の日、この公園はリボンカットをし屋外の博物館として開業した。 2009年はこの公園の歴史の新たな一章を開く年となった。市内にある等身大のスター、臨蔵と壊れた銅の靴が台座の上に建てられたのである。これはオリジナルの完全なコピーではなく、むしろエレードによって芸術的に再構成されたものである。翌2007年、新しい展示ホールと小さな映画館が公園内に開業した。 展示ホールでの写真展は、スターリンのブーツと呼ばれ、ハンガリードーランから1989年、1990年にかけての政治的な変化を扱っており、英語とマジャール語で注釈が付けられている。映画館では、エージェントの一生という、秘密警察を題材にした、ガーボル・シュグモンド・パップが監督をした、ドキュメンタリー映画を見ることができ、英語の字幕を見ることができる。 メメントパークは旅行者の目的地であるだけでなく、文化的、教育的見地から見ても、芸術的企画や、祭事の専門的であったり、一般的であったりする行事の場所としての機能を有している。ここでは、開顧祭や映画祭をはじめとした、いくつかの文化的行事が行われている。若い訪問者にとっては、ここは展示品に焦点を当てて、生徒が学んでいくことを手助けする。 博物教育の行事の場となっている。また、旅行者には著名であり、毎日午前10時から日没まで営業している。公共交通では直行バスでアクセスすることができる。ありがとうございます。